坂井高則、坂井高則、坂井豪徳、1991年3月14日体は、新潟県三上市出身のプロサッカー選手。ブンデスリーガハンブルガー ASV 所属。元日本代表。ポジションは、ディフェンダー、サイドバック。4人兄弟の次男で、兄は、柔道家の坂井高義、弟は、プロサッカー選手の坂井先福、坂井光成。 日本人の父親とドイツ人の母親との間に、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に生まれ、2歳の時父親の仕事の都合で、新潟県三条市に引っ越した。10歳でサッカーをはじめ、三条サッカースポーツ、少年団、レザー FS ジュニアユースを経て、2006年にジャパン、サッカーカレッジ高等部に進学し、海市学園高等学校に席を置くとともに、 アルビレックス新潟ユースに入団。両生活によって勉強とサッカーを両立させた。2008年には西登録選手としてトップチームにも在籍した。同年11月5日に昇格が発表された。西登録期間中の11月15日、トリギン、バードスタジアムで行われた天皇杯5回戦対戦相手 FC 東京に出場し、公式戦に初出場した。 2009年3月7日に味の素スタジアムで開催された J1 第一節対戦相手 FC 東京にてリーグ戦に初出場した同年度は途中出場を中心にリーグ戦18試合に出場した2010年度よりレギュラーとして試合出場するようになり翌2011年10月1日の横浜 F マリノス戦東北電力ビッグスワンスタジアムにて プロ初得点を挙げた。2011年12月23日、ブンデスリーガ VFB シュトゥットガルトへの期限付き移籍が発表された。期限は2013年6月30日まで、新潟の生ヌキノの選手が欧州のクラブに移籍するケースは、これが初であ。2012年2月11日、第21節ヘルタベルリン戦でスタメンフル出場し、 ブンデスリーが初出場を果たした。以降途中加入ながら、レギュラーに定着し、地元紙から、その活躍を絶賛され、ドイツ紙、ウェットからドイツ代表に招集すべきと報道された。2013年1月10日、VFB シュトットガルトへ完全一席。契約は16年6月まで。2015年2月14日、ブンデスリーが第21節。 オフフェンハイム戦でブンデスリーガ初得点を決めた。2014から15シーズンは、開幕当初こそスタメンで起用されたが、チームが残留争いの下中に立たされたシーズン終盤は、控えに甘んじることが多かった。シュトゥットガルトでの出場機会減少やシュトゥットガルト、遺跡当時の監督であったブルーのラッパディアの熱望を受け、2015年7月5日に、 ハンブルガー SV へ完全一席した。11月7日のブンデスリーが第12節、ダルムュタット戦で初先発。2016年2月7日のブンデスリーが第20節ケルン戦以降は、レギュラーに定着し、3月6日のブンデスリーが第25節、ヘルタベルリン戦はブンデスリーが通算100試合出場を記録。2016年11月18日、 マルクス・ギズドール監督からチームキャプテンに指名された。ブンデスリーガで日本人選手がチームキャプテンを務めるのはこれが史上初である。また、この時より本職であるサイドバックだけでなくボランチでプレーすることも増えた。2017年1月28日、ブンデスリーガ第18節 FC インボルしタトレイヨンでは自身約2年ぶりのゴールとなる。 ミルシュートを決めた。最終節、同じく一部残留を争う VFL ボルフスブルク、戦ではフル出場し2から1の勝利に貢献。結果的にキャプテン就任時はリーグ最下位だったチームを一部残留させることに成功た。シーズン終了後には今まで一度も二部に降格したことのないチームのキャプテンを任されることについて、 何が何でも二部に降格させた初めてのキャプテンが日本人だなんていうのはもう絶対に絶対に俺のプライドが許さないっていう感じのがありました。その重圧っていうのはすごくありましたね。なんなら最終節の試合の途中でもマジかよと思いながらプレーした時間もありましたとプレッシャーがかかっていた心境をとろした。2017から18シーズンにチームはついに降格。 スユベルリグのベシクタシュ JK が関心を示していたもののシーズン終了後にハンブルガーとの契約を延長し残留した2006年 U-16 日本代表に選出され以後 U-17、U-18 と各カテゴリの代表チームに選出された2008年には U-20 日本代表へも選出され SBS カップ国際ユースサッカーへ出場した。2010年1月6日には AFC アジアカップ2011最終予選第5戦対戦相手イエメンに出場する日本代表に選出されたが、これが A 代表への初選出であった。2010FIFA ワールドカップでは代表チームに選出されなかったが、サポートメンバーの一員としてチームに帯同した。 同年10月には AFCU-19 選手権2010に出場する U-19 日本代表チームに選出されミッドフィールダーとして3試合に出場したが準々決勝で敗退し 2011FIFAU-20 ワールドカップへの出場権を得ことはできなかった12月には AFC アジアカップ2011本大会に出場する日本代表に選出されたが 腰痛のためチームから離脱した。2011年6月より U-22 日本代表に選出され、ロンドンオリンピック予選に出場した。2012年のオリンピック本大会のメンバーにも選出され、右、SBE の坂井博樹、左、SBE の徳永雄平のバックアップという位置づけながら、坂井博樹の負傷もあって4試合に出場し、ベスト4入りに貢献した。 2012年9月6日に、故郷、新潟にある、新潟スタジアムで行われたキリンチャレンジカップ2012対 UAE 戦で A 代表デビューを果たした。2014年5月12日に W 杯、ブラジル大会の日本代表メンバーに選出された。しかし、本大会での出場機会はなく、チームもグループリーグで敗退した。日本代表が、 ファビエルアギーレ体制になってからは、それまで、右、SB を務めていた、内ダーツとの不勝離脱などの影響で、徴用されるようになり、アギーレ体制での試合すべてに出場する。2015年1月の AFC アジアカップ2015でもすべての試合で先発フル出場するも、チームは準々決勝で敗れた。2018年5月31日に W 杯。 ロシア大会の日本代表メンバーに選出された。第3戦のポーランド戦で W 杯初出場を果たした。敗退後に次の W 杯を僕は目指すつもりはない。未来と希望がある選手が目指した方がいいと述べ、今大会を最後の W 杯とする意向を明かしている。フィジカルが強く、長い距離をアップダウンすることができるストミナが持ち味で、 左右サイドハーフのポジションでもプレイすることができる。キックは両足とも自信があると語っており、利き足ではない左足のフリーキックを託されることもある。対人守備で安定感を見せる一方で、クロスの精度に課題を残す。ハンブルガー SV の監督であるブルーのラバディアからは、彼のメンタリティはピカイチ。彼はものすごくフレキシブルな選手。両利きで、 左サイドバックも右サイドバックもできる。それに、攻撃の起点としても強力だなどと称賛されている。7 4 1 1四0 4 0 8 9 1 1 6 8 2コールスパンイコール2130181 2 1 2 21 6 1 6 3 1零0 1 6二百243323コールスパンイコール 2UEFA その他の国際公式戦 さん楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。